第10次依存との戦いとは、第1次世界大戦中のイタリア戦線で、イタリアとオーストリアの間で発生した戦い。短期決戦で終わると懸念されていた戦争が長期化する中、ルイージ・カドルナ参謀総長は、ドイツの参戦がさらに戦争を長引かせると不快感を抱いていた。オーストリア・ハンガリーは消耗戦の前に領土を明け渡しつつあったが、 イタリア側も消耗戦に決して楽観視できない疲弊に陥っていたからである。特に死者数に関しては、攻め手として防衛戦を攻撃せねばならないイタリアの方がより多かった。しかし同じ頃、ドイツ軍と英仏軍が睨み合う西部戦線でも状況の硬着化が進み、イギリスのロイド・ジョージ首相は西部戦線での勝算は低いと考えていた。ロイド・ジョージは イソンゾ戦線にイエーフス教将軍が全軍を投入して、まず、オーストリア・ハンガリーを降伏に追い込むことを主張した。だが、ロイド・ジョージアンに対して、ダグラス・ヘーグエー参謀総長は、ドイツ軍の西部戦線への攻勢を危惧して、これに反対し、新たな攻撃を控えていたフランス軍もこれに、同調した。代わりに、フェルディナン・フォッシュフツ参謀総長と、 ルイージ・カドルナとの間で会談が行われ、ドイツ軍がイソンゾ戦線に参戦した場合は、エーフッツ軍も参戦するとの協定を結んだ。ロイドアンに対する妥協として結ばれた軍事協定は、図らずもカポレットの敗北からの戦線立て直しで、効力を発揮することになる。1917年4月、フランスは予定していた新たな構成を発動するにあたって、イタリアに、 同時攻撃を要請。カドルナはこれを受けて10度目のイソンゾ構成を開始する。イタリア陸軍はオーストリア・ハンガリー陸軍の場近い戦力を投入して戦線の突破を計画した。攻撃はそれまでのゴリツィ北東部からの進出ではなく、ビパッツォ山を経たトリエステへ向けられていた。攻撃は当初順調に進み、オーストリア・ハンガリー軍の防衛線を破って、 トリエステ近郊にまで迫った。しかし5月後半にオーストリア・ハンガリー軍の抵抗が強まると攻勢を維持できず、結局6月8日に戦闘が終結する頃には、五輪や前方にいくつかの拠点を占領するに止まった。ジュリア・アルプスでも攻撃が行われたが、防衛線を越えることはできなかった。イタリア陸軍は獲得した領土に比べ割に合わない。 損害に指揮を落としたが、カドルナはさらなる前進を望んで攻撃を継続した。ありがとうございます。